ああ、ちょっと一旦ね、美文字でなんか締めたところがなんか飛んでしまって、ね、なんかあれ、ね、やり直したんですけれども、今日はね、朝ランです。久々走りました。昨日は今週止めのウォーキングね、アップローチに荷物を置いてテーブルウォーキングでした。あれ、昨日母の節、お得な水温系列、お得なスーパーね、イオンの火曜地に加え、週1万ザビッグへね。ただ、で、マクドナルド、僕、モバイルオーダー M サイズ100円で、ね、飲んで、ゼロでは9日中6日としてます。今日はね、帰ってきてからね、ソフトバンクのヤフープレミアム、読み放題プレミアムで、ね、3年前、参院選2022のね、本記事を読んで、まあ、その前にエアタグで鍵探したりね、車鍵探してね、バックのここにやめてたからね、行ったところで、で、YouTube ミュージックで、ソフトバンクなら YouTube プレミアム6ヶ月目で、YouTube ミュージックで、ね、日本のトップ100名に出ました。で、韓国の K-POP のストリートに曲つけましたね。で、今日は朝ランはね、17分 2.5 キロですね。で、終わったと4時間22分寝てましたね、少ししたとね。はぁ、あ。今日はイニクレズムティーで、ね、少しで暑くても涼しいですね。あとは、これ安く、ゴールデンウィーク取るとき安く買いましたのと、あとは、今日はそう、和風、豚バネ肉と和風カレー作り、スパイスカレーです。調理工程こちらに出すつもりなのと、筋トレね、おうち筋トレ、コアトレ8分ね。タイムアップストーブが出ました。腹筋お腹引っ込めるためね。これから始まるステージ。キティアジュ、メルズカさんは、サクラエスだからね。山田、平成ジャンプエース、山田涼介くん、腹筋とね。モニタリング、その前のモニタリング、ソリマチ高橋さんね。落ち着く場所をきっちりとね、朝仕事に行く前、ご自身の食事を自分で料理なさるとね。それは、そうだ、で、平成で、なんか、桜井月で夜会に戻って、ピンバックダルビッシュね、ファッシングから、断食からね、食事って、中山健二君、お前 YouTube でね、マクドナルド、僕もここで話したと思うんですけど、マクドナルドね、ビッグマック500キロカロリー以上なのもあるんですよとかね、体で500キロカロリー以上に躊躇しなきゃいけないんだよ、体作りするとってね、あとはね、オールドドキー、まあ、サッカーのシーンをね、見るの難しいんですよね、と思ったものを見たんですが、まあ、スメスさんのね、スメスさんその宣伝だったと思うんですがね、スメスさんのね、アスリートの気持ちをもっとアスリートが分かる場合の交換と、あとは、そうですね、日本代表の役だったんだよ、綾野剛さん。J3 か今ね、っていう話でしたね。すいません。これから始めさせてどうぞ。こちら、イオン系列ザビッグ、イオンのか、ヤハーのザビッグでーす。
今日はね、全で6日中、9日中6日の達成です。母の所得なスーパーです。あとは、そうだね、桜井資材会ね、桜井翔さんと有吉さんのね、山田涼介くん、平成ジャンプのね、フグ釣りでしたね。詳しく覚えてます。でも、TBS モニタリングね、その前にね、末町隆さんね、つくば市はキッチンって言って、仕事行く前にね、朝ごはん作ってくれそうです。自分の分をね、お肉焼いたりとかです。朝からお肉ね、すがっていう話ですね。で夜会は戻って、なんだか、そうですね、体作りダルビッシュさんの、ね、金箔のね、ダルビッシュさんね、ゴールデンボンバーのダルビッシュさんね、カード作りでね、地図で72時間だけど、60何時間か、72時間、50何時間分かんないけど、ファスティングって食を抜いてね、食べるって話でね、中山筋肉もね、大会が終わったと、ビッグマックで500カロリーもあるんだよ、これって言ってて、ね、ビッグマック一つでそんなにね、鍛えて体が大きい人がで、オードルーキーね、待って、小さくしよう。オードルーキーね、番宣見ました。宣伝番組深夜のね、サッカーのシーンをそう映すのはね、サッカーのシーンじゃなくなるんですけれども、サッカーの選手の、元選手の話なんですけども、サッカーしてるシーンをね、なんかね、撮るのはね、役者さんもね、演じるの大変だなと思いましたね。J3、日本代表の選手って J3 が J3 かってね、だいぶね、落ちた、あれなんですね、あれなんですけどね。で、アスリートの気持ちを元アスリートじゃないが分かるって、サウスメスのさ言葉ね、ああ、分かると思いましたね。普通のこっちに来てこう、来てこう、ちょっと夢じゃないんで、別にこっちに出ようタピサランニング 2.5 キロ、177キロからの消費でした。40分を走るのよりね、17分走った方がね、なんかね、40分あるけど17分走った方がね、結構カロリーが消費みたいですね。フィードのミックスアーツ聞きながらね、ヘッドホンで聞きながらね、エアポッドマックス聞きながらね、すごい音の上にとか、ブラスバンドの聴き方とかね、最初歌詞がはちゃめちゃだけど好きな歌なんだったら結構ね、音楽的にいい歌だと思いますね。2曲はアナキーですよ。